水発電所が太陽光発電導入の支えにで、タカって書いてあるじゃないですか。これね、ちょっと右側の部分の文章が切れてまして、ただしコスト高という、えー、一文が抜けてます。ただしコスト高というところなんですよね。利用には工夫が必要というタイトルです。ごめんなさい。なんでここが消しちゃったかというと、右側のところね、えー、ここがね、邪魔になっちゃうからですね。えー、なんか画面上ですね、文章がきちっと できるだけね、こう見やすい幅に入った方がいいかなと思って、あえてここは消しました。はい、まあそこら辺はね、どうでもいいというか、えー、ちょっとでこれ、ブログがですね、古い記事なんですよね、今日が2019年12月9日月曜日なんですけれども、あもう12月10日か、えー、深夜の。 時間にね、ちょっと取ってはいるんですけども2018年4月約1年以上前1年半ぐらい前の1年半以上ですね前の記事なんですけどもこのね揚水発電の記事っていうのが結構これからのね太陽光発電とか再生可能エネルギー導入にですね、えー、結構役に立つんではないかという記事からですね思ってちょっと引っ張ってきました、えー、どんどん本文を読んでいきます 森林文化協会が発行している月刊グリーンパワーは森林を軸に自然環境や生活文化の話題を幅広く発言しています。これ、ね、グリーンパワーっていうこういう、ね、雑誌があるっていうことと、まあ、森林文化協会っていうところですね、まあ、そこがこういったものを出してるっていうのがね、面白いなと思ったんですけどもね、4月号の環境ウォッチ、まあ、こううあれでしょうね、えー、中のタイトルがあるんでしょうけれども、では天候など左右される 天候などに左右される太陽光発電など自然エネルギーによる発電量の変動をカバーできる揚水発電所の利用状況について環境ジャーナリストの竹内啓治さんが報告しています。変動する電気なので導入が難しいという自然過去再生可能エネルギーその導入の切り札として揚水発電所が注目されているということですね。 揚水発電所は流れ落ちる水で水車タービンを回して発電する水力発電所の一種発電所の上に池ダム湖を持つ普通の水力発電所と異なるのは上の池下の池と2つの池を持ち発電所に使う水をあらかじめ下の池から上の池に汲み上げておいて必要な時に水を流下させて、えー、流下させていいのかなちょっと間違ってたらごめんなさい 発電することだ。電気が余っているときに組み上げて電気を消費し、欲しいときに電気を作ることができるということなんですね。これがね、あのー、やっぱり大きい。しかもですね、まあ池の大きさとかによるんですけれども、かなり大きな発電をで作ることができると。で同時に貯めることもできるということなんですね。で従来は夜間に余る原子力発電の電気を使って、 水を山の上の池に汲み上げておき昼間に下の池に水を落として発電するのが主な役目だったこれはね夏のピークパワーピーク時ですよね要するにものすごい暑い日のだいたい午後2時とか3時ぐらいですよね8月とかが多いのかなその頃にものすごいエアコンの電気がうわーって使われるわけですねそれによっってピーク時の電気が足りなくなく でこの揚水発電所なんかを動かすということがよくあったということです。まあ、これは原子力発電所でですね、まあ、このここに書いてある通り、夜中の間の夜間電力で水を汲み上げておいてということですよね。それを繰り返していたということです。今逆に昼間に増える太陽光発電の電気を使って水を汲み上げているということですね。面白いですねだから太陽光発電の場合は まあ、天候によってねかなり電力が左右されますので余ってる電気がある場合にはどん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 これをね、えー、また下の池から上の池に水を汲み上げてこれは昼間の間ですよね当然ね、えー、やっているとで余った電気を使うことで需給を調整し太陽光発電の導入に貢献する形になっているとしかし揚水発電は電力消費のロスが大きくコストが高くなるため利用には工夫がいると ということですね、まあ、単純にですね、やっぱりその、組み上げるときにも結構水のロス、うん、ポンプで上げると思うんですけどね、こんな感じです。ちょっと見えにくいかな。えー、下に池があって、ここに池があってということですよね。ここかなこれダム庫になってると思うんですけど、これダムになってると思うんですけどね、えー。ここから上に引き上げるということですよね。で、えー、需要の7割に達して太陽光発電と。 昨年4月30日は日曜日で電力需要は小さかったと。これ18年の記事なので2017年のことを言っております。2017年の4月30日は日曜日で電力需要は小さかった。しかし晴天だったため九州電力管内では午後1時電力需要770万キロワットに対して太陽光による発電が565万キロワット7 3に上ったということですよね。 で、この時原子力、水力、地熱によって約合計200万 kW 近く発電していたと。大きく絞った火力発電もまだ180万 kW ほどの出力があったということですね。まあ火力発電もねあの発電からこう絞るっていうのは結構大変みたいですね。時給調整っていうのはね。 まあでもそれでもまあやりやすい方ではあると、この地熱とかね、そういうのに比べるとね、結局、昼過ぎに最高で220万キロほどが供給過剰になり、そのほとんどを用水、水の汲み上げで消費してしのいだということですね。用水は夕方に向けて少なくなり、えー、午後6時ごろには夕食時となって、熱量が増え,た増え始めたので、一点上の池の水を流化させて発電を始めたということですね。 結構忙しいですね。<laughs> 最近、太陽光発電が多く導入された電力会社の管内では、春の晴天日にこうした状況がしばしば起こると。これ2018年の話ですから、もうちょっと今増えてるでしょうからね。えー、逆にこう春の晴天時にこういったことが起きると、夏なんかはそうでしょうね。駒、えー、川発電所の全員系と、山の上にある、えー、上野池、えー、ここですね、左上と、 蛇行する川をせき止めた下の陰茎、ここですね。の間で水を汲み上げたり、融床させたりするということです。これだけの大きな池を作るってなると、かなりの土木工事が必要になってきますから。まあ、人工池でね、やってる場合は結構大変なコストですね。最初はね、ただ全国にですね、その原子力の、その発電の夜間のね、部分を補うということで、えー、結構。 こう原子力発電所の近くにはこれがあるそうですね。で、揚水式の吸収電力、オマルガは発電所の場合、下の池は丸川の途中に作ったダム湖で、上の池はそこから約650メートル高い山の上へ人工的に作った池だそうなんですよね。これですよ。結構でかいですよね。これね。これ航空写真で見てるからそんなに大きくないように見えますけど、かなりの大きさだと思います。 その池には620万トンの水を貯めることができ、120万キロワットの出力で7時間にわたって電気を起こすことができると。すごいですね。120万キロワットって言ったら、もう原子力発電所並みですよね。相当なパワーが出てくると思います。日本には約2700万キロワットの揚水発電所があると。多くが原発のバックアップを主目的に作られた。 社会の電力需要は昼前に多くて夜間に少ないが、原発は同じ出力で運転せざるを得ないので、夜に電気が余ると。その電気を使って水を汲み上げ、昼前に発電するという役割を担ってきたと。かつて電力会社が調理、給湯、空調などを全てを電気で賄うオール電化住宅の普及を進めていたのも、夜間に余る電気を有効利用するためだったと。はあ、なるほどね。 ほとんどの原発が止まっている最近は電力会社に以前のような熱心さは見られないということでもあるわけですね。まあ、オール電化を進めてきたっていうのはそういうこともありますよっていうことですね。でも逆に言うと、やっぱりオール電化っていうのは確かに便利かもしれませんし、コストもね、あのー、安くなるかもしれないです。電気代が安くなっていればね。ただ、災害時なんかは本当に弱いですよね。停電した場合、何にも使えなくなっちゃいますから。 まあガスも使えなくなるんですけどもガス機器っていうのはあのこのオール電化にした場合にですね全部あの電力をねこう通さないようなフライパンだとか鍋とかねそういうものも買えなきゃいけないんですよで結構コスト高くなるんですよね最初の導入時っていうのはでおまけに電気の時にはあのまあ調理もそうですけどね空調もそうですけどもやっぱりそのオール電化に変えたことによって まあガス機器なんかがやっぱり使えなくなってたりすると最初からガス栓なんかがなかったりするとですね結構大変なんですよねあのー、まあガスもですねあの電気を使って動かしますのでえまあ結局停電になっちゃうと動かないっていうことはありますけどうん例えばそうですねあのポータブルのガスボンベを使ったえカセットコンロとかねそういったものを こうやっぱりバックアップとして作っとかない、置いておくっていうのがね、非常に大事かなと思います。まあ、あの、そういったものはね、まあ、一人鍋とかね、そういう人を、<laughs> 一人鍋だけって言うと限定するとあれですけどね、そのカセットコンロなんかでね、こうやるものっていうのは、あんまりこう装備してる人いないと思うんですね、キャンプとかをよくする人でもない限りはね。 なのですけれども、そういったものを災害に、ね、取っておくだけでも結構違うのかなっていう話もありますけれども、オール電化住宅っていうのはね、やっぱり、まあ、先ほども鍋とかの話もしましたけど、まあ、そこ、あとはね、火力がですね、うん、あの、やっぱ火力の調整が難しかった、今のやつはどうなのかな、そんなでもないみたいですけど、昔のタイプはですね、やっぱり火力の調整とかね、やっぱり火が見えないから、 結構難しいみたいですね、そこら辺がね、調理するときには。って言ってました。まあまあ、ね、調理をきちっとやりたい人はね、やっぱりガスのまんまでやっていくんじゃないかなと思います。あと、まあ電気代もそうですけど、ガス代が安くなるときっていうのもありますしね、だからとりあえずはそういった方法で家庭の中でね、えー、火を求めるっていうのは結構大事なことかなとは思うんですけどもね。 まあ、こういった理由もあって、オール電化住宅っていうのができているということですね。まあ逆に言うと、自分のところでですね、太陽光発電なんかを作っ使って作ってる場合、電気を作ってたりとか、蓄電池も持ってる場合には、オール電化住宅っていうのはね、非常に使いやすい住宅かもしれませんね。まあちょっと私はリスクがあるんで、あんまりくないなと思うんですけどもね。はい。えー、っとですね、次のところですね。組み上げは夜から昼に逆転と。 いうことですねこれは先ほど九州電力のところの管内で起きたことですけれども太陽光発電が電力がね需要がそれほどない時にどん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 発電してしまったので昼間にこのダム湖というかですね揚水発電の下の方のダム湖から上に向けて、えー、ポンプでね水を移動させるっていうことが昼に起きるよっていうことですね。えー 組み上げが夜から昼に逆転そして今新しい役割としてこれまでとは逆の昼に水を組み上げ夜間に発電することが注目されているとこれは太陽光発電など自然エネルギーの導入促進に役立つ例えば東京電力管内には1100万キロワットの溶水圧電所があるすごいっすねこれだけあるんだこれを電力需給の調整に使えば使わない場合の2倍ほどの自然エネが導入可能だということですね おまあ、揚水発電所を動かした、きちっと動かした場合は、これほどの自然エネルギーの導入が可能だということですね。揚水発電所だけですよ。だから、より、ね、もっとこの自然エネルギーを導入する動機にはなるということですね。しかし、揚水発電所の使い方は各電力会社で異なるようだ。認定 NPO ・法人環境エネルギー政策研究所。 ICEP は電力会社のデータを使って自然エネルギーが比較的多く導入されている九州電力と東北電力の太陽光発電が多かった日を分析したそれによると九州電力は前日のように自社の用水発電所での水の汲み上げでほとんどの過剰分を消費していたということですね隣の中国電力管内に流したのはいつもと同程度だったと一方東北電力では需要が700万キロワットで太陽光と風力で 約290万キロワットの発電があり、約300万キロが過剰になった場合、日を分析,した分析したということですね。すると、その日は余った電力のほとんどを隣の東京電力管内に流しており、揚水発電所では22万キロほどしか使っていなかったということですよね。ISEP の山下主任研究員は、 これにはコストが関係ししていいるでしょうという。と要請発電所では3割ほどの電力ロスが生まれ結構ロス生まれますね利用コストは高いと連携線を使って電気を隣接地域に送るのは安いと東京電力管内は巨大な需要地であり東京電力と東北電力は送電線をほぼ一体で流用できるために 電力の融通は簡単だ。これに対して、えー、九州電力から中国電力さらには関西電力など西日本地域で電力会社をまたいで送電するには円形性の運用容量やその電気をどこの管内で消費するのかなどまだ問題があるのかもしれないということですね。確かにね、まあ、電力需要の,その大きさというのはその電力会社によって全然違うでしょうし まああの九州なんかはかなりね需要は高いと思うんですけども中国とかまあ関西まで持ってっちゃうと結構あるでしょうけどねそれまで持ってくってなると送電ロスも結構あるでしょうしねだから本来であればまあ発電してるね場所ですぐ近く使って蓄電するのがいいと思うので。 とは思うんですけども、3割ほどのロスが生まれるってなると、電力を作っている部分から考えると、ですね、えー、まあロスが多いなというところになりますよね。山下さんは、本来なら、まず連携線を使って電気を広域に送り、その次に溶水発電所を使うなど、全体として低コストになるように工夫した運用が必要ではないか。その上で、かかるコストは需給調整をに必要なコストとして電力会社、送電会社がきちんと回収できるようにすればいいと。 と話すとということです、ね、まあ、ね、送電送配電分離というのが来年あ、まあ、これとっての2019年なんですけど2020年から始まるとは言ってますが、まあ、ほとんどね電力会社の子会社化というかですね分社化してるだけなのでまあ結局その送電会社、まあ、電力会社の有利な分用ように、えー、コストもそうですし、えー、自分たちの運用 をうまくく。やっていく要するにね原子力を残すために総配電網もう、えー、空き容量を取っておくってことが、まあ、これからも続くんじゃないかなと私は予想してるんですけども、まあ、そう考えるとですね、まあ、陽水発電もなかなかね、えー、今よりも使われるっていうことは多少あるでしょうけれどもこのコストのことを考えるとなかなかね利用されないんじゃないかなというところでしょうね。 最近は太陽光発電などが急増し、もうこれ以上の自然エネルギーはいらないという締め出しが全国で起きている。だから、揚水発電所の利用や、連携線での全国融通などを併用すれば、まだまだ導入の可能性があるだろうということですね。まあ、これにプラスしてです、ね、今はだん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 バッテリーの値段が安くなってきてますので、蓄電池を利用したりすることもありますし、 やっぱりその災害時にですね、そのいろんな地域とかいろんな場所でこう断線したときにです、ね、蓄電池の需要というのがどん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 ん増えてくると思いますで、まあ。もっと先の話になってくるとやっぱり水素に転換するということが、まあ、この部分も、ね、流れからいって揚、まあ、水発電も使って送電網も重そうですけれども。 いろんな小さな場所、大きな場所も含めてですね、そのコストですとか、今後の電力需要なんかも考えてですね、やっぱり水素に転換というのはやっぱり必要になってくると思います。これは、あの水素がですね、えーまあ、LPG とは混ぜてもいいんですけども、ガスとして使えるということも考えると、非常にね、やっぱり最初はコストが高くなってくるでしょうけれども、太陽光発電とか風力がね、こうだん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 できてきた場合には、まあ、ロスは多少あったとしてもですね、 余った分というのをそういった形にどんどん貯めることができればですけれども、その分コストがどん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 安くなってくるということになりますよね。原料がやっぱりただなってきますから、あとはメンテナンスコストですとかね、その送電のコストですとか、まあ、送電のメンテナンスコストっていうのをですね、いろいろ考えながら、設備投資っていうのをね、徐々に徐々にやっていけばいいんじゃないかなという感じはします。はいえー、有効利用のための対策をということですね。 さらに近年、揚水発電の中でも、可変速揚水発電が注目されている。この方法は、上の池へ水を汲み上げるときに、ポンプの回転数を変えることができる。それによって、細かな需給の変動に対する周波数調整が可能となり、そうした目的で運転してきた火力発電を止めて、二酸化炭素排出量を減らせると。そういうこともできるわけですね。 また太陽光や風力による発電の変動を細かく吸収できるので、ね、電力系統をより安定にし非電力の導入を増やせるとしかし日本にある揚水発電所の多くはまだ従来型の低速揚水発電で可変式は15%程度に過ぎないということですねこういったところをまた少しずつ設備を、ね、変えていくっていうのもいいでしょうね 陽水発電は大容量の電力を蓄え電力系統の需要の平準化安定化に役立つ蓄電池よりも規模が大きく既に存在する施設なのでもっと工夫して使えば大きな働きをするのは間違いないということですね税の導入自然ーの導入揚水発電に詳しい永山京都大学教授エネルギー科学はこう話す揚水発電所は自然エネルギーの導入を考える上でも重要だ 原水発電の価値を正しく認識し有効利用の制度的枠組みを作り政策的な支援を考えるべきだ低速用水から可変用水への切り替えも検討したい現状の制度下では経済性確保が難しい設備は何もしないでいるとなくなっていくが今後自然エネルギーがさらに増え調整力がより必要になることは確実なため何とか対策を考えるべきだということですね。 原子炉発電所がね、えー、今またいろんな意味であの継続するのが難しくなってきている。関西電力の問題ですとかね。あとは、うん、まあやっぱりその世界的なうん需要もそうですけども、日本の中でもですね、やっぱりその事故後のその、事故後の問題とかっていうこともね、やっぱり考えなきゃいけないですよね。もう一回事故が起きた場合には、もうかなり、 立場的にも危ないかなっていうところもありますし、まあ、汚染水よねやっぱりそのある状態ですよね福島の状態見てると分かりますけれども、全国のですねやっぱり原子力発電所っていうのもほとんど海沿いにありますから、やっぱり汚染水を出すってなると多分海に流すっていうことになると思うんですよねもしね事故が起きた場合で地下水もどん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 やっぱり溜まっていっちゃうし。 うん、なかなか難しいですよねっていうところですよね。であのやっぱりその原子力の問題をですね、まあ、今後もこう抱えていかなきゃいけないんですけども、まあ、そういった中でもこういった太陽光発電自然エネルギーを少しずつ導入しつつ蓄電の設備っていうのをね調整力っていうのをこういろんな形で,ですね用水発電っていうのをプラスアルファしていって。 なおかつ蓄電池ですとか、まあ、最終的には水素に持っていけるようにですね、じわじわとやっていけばいいんじゃないかなと思います。あの私もね、この動画を作っチャンネルを作っている上で、水素の社会っていうのはね、なかなか難しいんじゃないかってこう言われる方が多くてですね、やっぱりその電力、水素を作るのはどうしたらいいのかとか、産地エネルギーだからね、ロスが多いんじゃないかとか、いろいろもちろん言われてますし、そこら辺もある程度私も分かってたんですけども、 この電力が余るっていう状況ですよね、がもうすでにいろんなところで起きてますし、その調整力としても使えるしですよ、その水素を、ね、電気分解した場合ですけども、あるいはアンモニアとか、ね、メチルシクロヘキサンでとってもいいし、まあ、オーストラリアから、ね、あの流しましたけども、カッタンを使ってです、ね、水素を作る、あれも CO2 が出てしまうんですけども。 にに安価に、ね、水素を作るということはだん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 可能になってくると思います。でそれをガスとして使うということもそれですしあるいは燃料電池の補助として使うということもいいでしょうしそういったことをです、ね、いろんな形で少しずつ少しずつやっていくことで水素社会っていうのが少しずつ実現していけばいいのかなと思います。 でメインとなるのがね、今後何になるかわからないですけれども、まあ、やっぱりその原子力を、ね、ずっと続けていくというのは結構厳しいと私は思っております。だからいつかはまあ全部が廃炉になるとは思えないですけどね、今の状況ですと。まあ、亡霊のように、ね、こう残そうとする人たちもいるでしょうけれども、いろいろありますよ、核兵器の、ねえー、燃料としてこう作っておかないといけないという事情がいろいろあったりとかもするでしょう。 でもやっぱりこの自然エネルギーをどん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 入れることによってですね、そのエネルギーの,その自由度がですね、非常に増すんじゃないかなというところです。で、今ですね、水の確保っていうのは日本でもですね、まあ、これだけ雨が降ったりとかね、しますし、まあ山が多いですからね、こう川もあって、えー、非常に安定してね、供給できてるっていうところあるんですけど、 まあ気づいている方もいらっしゃると思いますけどね、今、かなりの日本の山っていうのがです、ね、中国とかに買われているんですね。で、あのー、今、問題になってますけど、水の民営化っていうところですね、これをね、どんどん許可しようとしているところが多いです。で、これがですね、起きると何が起きるかっていうと、やっぱり水の値段がどんどん上がるわけですよね。勝手に民営化されて であと、メンテナンスがどんどんダメになってくるということになりますと、こういう揚水発電っていうのもすごく必要ですが、水の確保っていうのが今後は、ね、非常に課題になってくると思います。じゃあ、どうしたらいいかっていうと、最悪ですね、海水から水を作るっていう方法もね、えー、取れるようにしておかないとまずいんじゃないかなと思います。そうすることによってリスクがどんどん減りますよね。あのー、この間のね、やっぱ台風とかでもそうですけど、下水管とか浄水管がね、こう、 詰まったりとかダメになったりとかしておかしくなったりしましたよね。で、あの水を作るあの要するにろ過してですね海水から水を作るっていう技術というのはあんまり日本では発展してませんし、離島ぐらいかなあの沖縄なんかでもねそういった大きな設備があるんですけども、でもそういった設備を作る技術というのは日本には結構あるんですね。東レさんとかがですねその繊維の、えー、技術を使ってですね。 え非常に細かいところまで除去してくれる、えー、海水からね、まあ、水を作る技術というのがあります。でこれはまだまあコストが高いんでしょうけれどもコストが高くてもですねそういったものに少しずつ投資していくってことは非常に必要で、えー、今ですね下水道とか,とか上水道のメンテナンスの面でですねやっぱりあの過渡期に来てるわけですよね。特にに地方なななんかで人が少なくなってきてきる場合には その上下水道の管理もそうですし、運営というのは非常に難しくなってきていると、そこに目をつけて、ですね、フランスの民営会社というのは、ね、どん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 入,う入ろうとしては来てるんですけれども、世界的にですね、その民営化したあの国というのはです、ね、もうめちゃくちゃになるんですね、水道料金がもうめちゃくちゃな高さになったりとか、メンテナンスがおかしくなったりとかですね、そういう現象がどんどん起きてます。だから、国営化に、ね、わざわざ戻している国っていうのが結構出てるんですよ。 で今、それをですねあの簡単に許可しようとしている自治体とかがですねどん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 出てきています。でそういったところもねやっぱり問題視してないところが多いんですよね。で新聞にも話題に載ってません。でそういった重要なところを、ね、こうやってほしいんですけどもね、ねなかなか、えー、取り上げてきてくれないというところもあるんですけれども、まあ、以前、すごく昔にですね私もここの動画のチャンネルでですね、うん 海水からね、あのー、太陽光発電を使って、まあ、水に変えていく設備があるよっていうのもあったわけですねだ太陽光発電によってそういった設備もどんどん作れるってことでもあるんですよ溝にねもしそういうことができるんであれば電気っていうのはまあどん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 まだ余らせる必要はあるんですけどもその余ったその自然エネルギーっていうのが有効に使えるかどうかっていうのはこの揚水発電ももちろんそうですけどもそういったものにもね 少ししずつ投資してリスクを分散するる必要があると私は考えていますあの。今ある設備とかね、そういう上下水道をしっかりとメンテナンスするってことも必要なんですけど、例えば雨水をためてね、えー、ろ過するす設備とか、あの海外にはいろいろあるんですよね。で、あの1週間、2週間ぐらい、ね、水をためて、 全然平気だっていうね、その水のタンク設備とか、そういったものをですね、えー、家庭で導入してる国っていうのも結構あったりとかしますね。まあ、それは上下水道をメンテナンスするよりかはですね、そういった水のタンクを設備として置いといて整備する方がいいんじゃないかとかですね、そういった考えもあるわけですね。でも水っていうのはね、なくなったら本当にやっぱり生きていく上でね、苦労しますので、そういった設備投資っていうのもね、必要ですし、 で水素を使ってねやるとあの酸素と反応して水ができるんですよねで。そういったところでもやっぱりすごく大事かなって思ったりもするんです。水の電気分解をね行う時に。だからあの水素を派生する水素社会っていうのはそういう水が少しでもこうできる装置っていうのがねあったりとかっていう形にもなったりもします。まああんまりねできるわけじゃないですけどねいっぱいはね。でもそういうリスク分散っていうのをどん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 考えていくっていうのはこれからねやっぱり 生き抜いていくっていてくとう上では必要ななのかなと思ったりもします、ねはいまあちょっと長い話になってしまったんですけど、陽水発電所からですね、そういったことも、そういったこともいろいろ考えながら、えー、ちょっとね、動画にしてみましたけれども、まだまだこの陽水発電というのはですね、えー、設備的にまだ使われてないところが多いですし、これだけ発電力があるというのはですね、やっぱりもっと有効利用して、 送電網とかですね、そういったものを有効利用しながら、えー、他の,その管内にね送電するっていうことも考えつつ有効利用していくっていうのがねあのすごく大事かなと思ったりしましたはいえー、いろいろとねまだ知識が足りなくてね深いところに突っ込んできてないところはあると思うんですけども、えー、こういったねものはいろいろまだ既存の設備ですからねあのそこは有効利用した方がいいと思いますので もったたいいいないなと思いましたで九州電力なんかは、ね、今もう最近はほとんどあんまりこう話題にも載ってませんけれども、えー、接続をです、ねえー、拒否してですね、えー、太陽光発電なんかの電力をもう遮断しているという状況にもなってますよね。 だから、こう揚水発電を使ってもいいですし、もっとね、発電網に蓄電設備をいっぱいつけた方がいいんじゃないかなと、私は思います。揚水発電ももちろんそうですけども、まあ、蓄電池だと容量がやっぱり足りないわけですから、そしたらやっぱり水素発生装置ですよね、そっちに投資をして、多、ま、少、あ、ロスがあろうが、コストがかかろうが、そっちの方が有効利用、使えるということですからね。 だからそういった形で、えー、水素の利用っていうのを少しずつ少しずつでもねやっぱり増やしていければいいなと思ったりもしましたはいえっ、ー、とですね、えー、最後までね聞いていただいてどうもありがとうございます